ベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。 JST 留学ホームステイ担当のワニベです。毎週火曜日は留学ホームステイワーキングホリデーについて様々な情報をお届けしております。さて今回はおすすめまだまだ穴場アイルランド留学ということで、アイルランドについてお話ししたいと思います。 JST では今この夏にかけてすごくたくさん留学ホームステイのお申し込みお問い合わせをいただいておりますが、まあ結構ね最近アイルランドについてちょっとこうアイルランドどうですかっていう声も聞こえてくるので、まあちょっと前一昔前と比べるとアイルランドの留学候補地っていうね、まあ一つの留学のこう候補地としてね認められ始めてきたなっていうふうに思うんですけど、まだまだちょっとこう知らない方も多いんで、今回の、情報がねこれから留学を考える方にとってアイルランドはいいんだっていうふうに助けになってくれると思います。ぜひ聞いてください。まずアイルランドですけれども、まあロケーション的にはこう北海道と同じぐらいのねサイズの町で、まあイギリスの西側に位置している、まあ島なんですけれども、まあ人口大体320万人ということで、よく比較されるのが、まあ大体北海道と同じぐらいのサイズだよっていうふうに言われることが多いです。すごく歴史的な建物もあるし、まあ音楽とか芸術とかにもね造形のある素晴らしい国です。でおすすめのポイント、どうしてアイルランドがおすすめかっていうと、やっぱりねこうすごく海外から来る方に寛容でフレンドリーなんですよね。これ僕もよく知らなかったんですけど、首都ダブリンは6人に1人が外国人っていうぐらい、さまざまな国々から来てる方もいらっしゃる。であとこのテック系のね欧州本社が、まあ、結構集まるということで、こうヨーロッパのシリコンバレーとも言われているそういうこうニックネームもあったりとか、あと、出生率が高くて若い労働人口が多くて、なんと、まあ、国内総生産 GDP が世界第2位っていう、これすごく輝かしい事実なんですけれども、そういうまあ非常に元気のある、活気のある国でもありますね。あと、これはね、特に長期留学で行かれる方には、特筆すべきことなんですけど、ヨーロッパ旅行が非常にしやすいんですよね。ローコストキャリア、いわゆる LCC の就航がすごくアイルランドは、ありますから、まあ私のお客様でも滞在中にね、時々ハガキが来るんですけど、あれ、彼女はアイルランドに留学してるのに、どうしてイタリアからハガキが来るんだろうとかね、ありますから、ギリシャから来たところもありますね。なので、まあアイルランドに行かれる方は、ちょっとこう、ヨーロッパにも旅行しやすい、非常に、まあ、魅力的な国でもあります。あと、治安が非常によくって、まあ、こういった部分も留学に最適。だからすごく留学する人にとっては、まあ、比較的こういいこと、ポジティブなことが多い国でもあるんですね。ビザについて おさらいしますと、滞在期間が12週間までの比較的、まあ、短期留学の場合は、学生ビザの取得する必要は全くないです。ただそれ以上13週間以上35週間までの学生方は現地で学生ビザを申請する必要があります。申請の仕方とかは、まあ、出発前にしっかり僕の方でレクチャーしますので、あらかじめ準備していかないといけないものもあったりしますが、そんなに難しいものではないです。で学校もそういった、まあ、サポートというか説明をしっかりしてくれますから、まあ、心配はないです。あと25週間以上受講するとアイルランドでアルバイトもできたりとかするので、まあ、この辺は学生でありながらアルバイトもできる、まあ、この辺はすごく、他の国とちょっと違うのでユニークな点でもありますね。であとワーホリのビザも毎年2回1月と7月に募集があって、まあ、大体定員800名ぐらいということで、もう最初からワーキングホリデーで行きたいという方はこういったワーホリのビザを申請していくことにより夢が実現すると思います。今現状、私のお客様、こう手配させていただいた方もね、一生懸命現地で語学研修、またワーキングホリデー、仕事も探して活躍されてますけれども、まあ、こういった形で学生ビザで行くのもできるし、ワーホリビザで行くこともできます。まあ、大体まあ主要の都市はダブリンですね。一番大きい町です。で人口約140万人。
6人に1人が外国人という、まあ、国際都市、ダイバーシティですね。で、人口の 50% が35歳以下っていうのは、これもなんかすごく、ね、驚きですけれども、で、夏は結構涼しいんですよ。で、冬は、まあ、そんなに寒すぎない。まあ、東京、まあ、日本の冬を知ってる方にとっては、それほど、こう、苦になる寒さではないと思いますよ。いいと思います。中心部は徒歩で移動できて、バス、路面電車の公共交通機関が発達しているので、まあ、アメリカの主要都市みたいな車がないとね、っていうのはないから、そういった部分でも、まあ、比較的住みやすい街であると言えます。ただですね、今回特筆すべき皆さんにお伝えしたいのが、まあ、例えばイギリスだとイコールロンドン的な感じでね、留学候補地をこう決めちゃう人もいるんですけど、アイルランドはダブリンだけじゃないんですよ。ダブリンの郊外には素敵な留学候補地があります。例えばコーク。アイルランド第二の都市としても有名で、まあ、人口の 10% が学生。ということは、まあ、やっぱり学生のね、ための街と言っても過言じゃないぐらい若者たちが多い街なので、コーク、比較的、私はおすすめしています。欧州文化首都にも選出され、歴史的建造物も豊富ということで、あ、これコーク行ったねっていう写真が撮れるところも、まあそういったフォトジェニックなスポットも結構あるし、まあ何よりもダブリンの市内から電車で約3時間弱、2時間半でアクセスできるっていうのも、まあ比較的、こう、おすすめしやすい点かなというふうに思います。ですから、まずコークですね。そして、これ僕一番好きなんですけれども、おすすめしたいんですけど、ブレーっていう街があります。なんとダブリンからたった20キロ。すごくね、これ海辺にあって、人口3万人、ものすごくこうコンパクトな街。さらに学校のロケーションが海の目の前っていうね、まあ、夏の時期行くんだったらもうここを外す手はないでしょうっていうぐらいおすすめしたいんですけど、週末ダブリンにもこう、電車で行けますから、ものすごくそういった意味では、穴場ですね。まあ、今日喋っちゃったんで、穴場じゃなくなっちゃうかもしれませんけど、ダブリン以外にもおすすめな都市が結構アイルランドはあるよということです。そして3つ目には、ゴールウェイ。人口は8万人ぐらい。アイルランド第3の都市なんですけれども、ここは古くから、まあ、漁業が盛んなところで、アイルランドシーフード結構美味しいところあったりするんで、ゴールウェイもいいですよ。ダブリンに滞在している間にゴールウェイ行くのもよし、また先ほどお話ししたコークとか、ブレイとかに滞在しているときに、このゴールウェイ行ってもいいと思うんですが、まあ、大体人口の3分の1が学生ということで、このゴールウェイも実は学生の街なんです。そして音楽好きな人はエド・シーランも曲の舞台にもなったところですから、まあそういったエド・シーランファンの方はゴールウェイにするっていうのもこれ悪くはないと思いますね。ということで、今回はアイルランドのおすすめな都市、候補地、まあアイルランド自体おすすめなんですけど、その中でも3つ、ダブリン以外にもおすすめなところがあるよっていうお話をしました。ぜひこの夏、またこれから留学候補地を絞られる方、すでにアイルランド行きたいなと思っていても、イコールダブリじゃないよっていう部分、おすすめしたいと思って、お話ししました。ぜひ参考にしてください。JST では留学ホームステイ、ワーキングホリデー以外にも、様々な、海外旅行、自由旅行、海外ウェディングもサポートしております。今回の動画がためになったなと思った方は、ぜひいいねボタンを押してください。また、チャンネル登録まだの方は、ぜひこの機にチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。